それでもよかったら、ゆっくりしていってね。ポン。あ、皆さんお久しぶりっす。二等兵です。今回は久しぶりの番外編ということで、本当はやりたくないけど、乗員がまだ 100% じゃない状態での撮影です。ドイツ駆逐は2機が乗れってうるさいもんでね。改めまして、今回乗っていくのは、ドイツ、ティア8、駆逐戦車、ラインメタル、ボルジッチ、アッペントレガー、通称ラインメタルって、長いわ名前。まあドイツ戦車って大体名前長いよね。基本性能はこんな感じ。見た目からわかる通り紙装甲、弾くことは不可能です。見つかったら油断プレゼントされます。しかし、前世のエミール君から機動力、火力、隠蔽率が格段にアップしており、回転砲塔を手に入れたことによって自由度もアップ、エミールよりかなり使いやすいと思います。また、主砲は2つのラインナップがあり、精度と貫通力が優秀な 12.8cm 砲と、精度を犠牲にし、火力を求めた 15cm 砲があります。今回は 15cm 砲を搭載。さて、初動はこちらから狙撃に専念します。ここのポジションは茂みを挟んでいるので見つかりにくいですが、見つかった時集中砲火を受けるという弱点もあります。この感じ裏から中戦車が来そうですね。一応警戒だけしておきます。なかなか来ないなぁ。あいつ撃てるかな。いやさすがに無理があったわ。ミニマップを見た感じ、味方は C 点押しで、A はかなり手薄な状態。これはもう一しかないと判断。味方と一緒に詰めます。こういった見極めが駆逐の上で重要と思ってますが皆さんどう思います？知らないよ。単純にダメージ与えればいいだろ、適当。おっそうだな、適当。これはもう詰めても大丈夫そう。というか詰めないとやばい。トリマーの S8 くんのスポット待ちです。いなさそうなんでこれもう詰めるしかないよな。当たり前だよな。横からの車線が怖いんで、橋を渡っていきます。ラインメタルくんは車高が低いんでこういうところでも被弾面積を小さくできるところがいいですね。あの S3 撃てるかな。お、相手んじゃん。なら遠慮なく、狙ってー。そや。ああ、たまらねえぜ。こいつ言ってもそれ言ってんな。反撃が怖いんで一旦逃げます。しかし敵がどこにいるかはっきりとわからないのが怖いですね。誰かスポットしてくれよな、頼むよ頼むよ。ダメです。悲しいなぁ、あの S3 くんまた撃てそうですね。装填も終わったし、そろそろ撃ちに行きますか。ほれほれ S3 くんこっちだよ、狙ってー、そやっと。ほんとそれ好きだな。当たり前だよなぁ、S3 くんを撃破完了。多分後ろから来ると思うんでここらの茂みで待ち伏せします。もうこの状況ですからね、ガチンもしないと勝ち目はないでしょう。そう思っていた時期が私にもありました。あいつ撃てるんだよなぁ、油断。無理か。やっぱこの火力、いいですねー。日頃ストレス溜まってる人はスッキリするかも。二等兵もその一人っす。最近大口径中毒者になりかけてまして、豆鉄砲戦車はしばらく乗らないかも。お、あの R 撃ちそうだなー。バレてないと思ったかね。バレバレなんだよなー。ふ、そんな弾当たらなかったら意味ねえんだよなー。どうせこっから来るんだろ。お、少しは賢いじゃないか。だが甘い、狙ってー。とやっと。痛い。ええやん。どう見るかねえからな。お、MDK 使用っていうのかね。そんなんじゃ甘いよ。なんせ回転砲塔積んでますから、狙ってー、ち。何かを察したか、ここはもう被弾覚悟で行くしかなさそう。早めに処理します。お、味方さんナイス。ほらほら。お、相手んじゃん、じゃあの。わー。しかしこれまずい展開に、ここの茂みから狙撃はしてみますが、あのキングティガー君は守れんわ。あ、やっぱりな。しかしあのカーベタン、そのまま来ると思うんすよ。弾もいい感じに入る。狙って狙って、見えた瞬間に。うほ、ちょっとずれるんかい。だがしっかり当てるぜ。お、燃えてんじゃん。カーベータンの丸焼き一手完成。でもこれやばい状況なんだよな。タイプ61にアメリカ手星。これは味方 RU 次第かな。占領負けしそうだしここはもうやるしかなさそうです。ほらほら、もうちょっと出ていただけませんかねー。ほら来た。そして役はオートローダー絶対打ち切るなんのわけ。全速力で逃げます。ほら、RU、今がチャンスやで。いいぞ、もっとやれ。しかし装填遅いなぁ。アドレナリンはまだ使えないし。ああもうこれは行くしかないですね。もうどうにでもなれ。あ、あとこれを負けね。これにて戦闘終了。占領負けです。結果は4961ダメージ、3両撃破で M バッチ。今回が番外編なのはこのせいです。負け M バッチ、一番悔しいです。敗因としては、もう少し見極めが早かったらなーって編集してて思いました。まだまだ二等兵も修行が必要ですね。さて、今回はここまで、ラインメタル君を乗りこなせるまでは本編への登場はお預けです。一丁で磨いてきます。それでは、ご視聴ありがとうございました。次回もよろしくお願いします。